本割で大関、琴櫻26佐渡ヶ嶽2上手出し投げで敗れたが参敗同士の大一番を制し最後に横綱の意地を見せた優勝10回は常の花栃錦、初代若乃花北の藤ら歴代の名横綱に並び史上15人目で白鵬以来となる2桁の大台に決定戦の一番は立ち合い隆のの当たりを受け止め もろ差しを許して土俵際に追い込まれたが、うまく右を巻き替えて踏みとどまる。最後は左の上手を取り逆転で寄り切った。13日目を終えて優勝に王手をかけていた照ノ富士は、前日3敗で追う隆の勝との直接対決に敗れ、V 争いは千秋楽へ持ち越しに。この日は、隆の勝が負ければその時点で優勝が決まったが、隆の勝が会心の相撲で大の里、24。 二所の関を破り3敗を死守して逆転優勝に望みをつないでいた今場所終盤は照ノ富士が独走状態の中平幕の美ノ海31木瀬高野勝が躍動して優勝争いに加わり大関豊昇龍25立浪も3敗で踏みとどまっていたが右股関節を痛めて13日目から休場今場所休場明けの照ノ富士は 復活をかけて挑み初日から無傷の10連勝11日目に大の里に初黒星を喫し終盤高の賞の追い上げに苦しむも決定戦を制し3場所ぶりの優勝を飾った成績は12勝3敗